若い A 型主系列性であるがかざベータ性の周りの系外彗星と様々な惑星形成過程の創造図。太陽系外彗星は太陽以外の恒星の周りを公転する彗星や恒星間彗星を含む太陽系の外に存在する彗星のことである。系外彗星とも言う。初めての系外彗星は1987年に 非常に若い A 型主系列星であるがカザ・ベータ星の周囲に検出された。これまでに11個の恒星の周りで、系外彗星が発見されているか、もしくは、系外彗星の存在が疑われている。若い恒星 HD172,555 に落下していく、系外彗星の創造図。太陽系内にある恒星艦天体のオームアムアの、 想像図。オームアムアは、構成間彗星である、可能性がある。これまでに、境外彗星が発見された、もしくは検出が報告されている構成は、ガガ、ザベータ星、HR10、ヘビツカイザ51番星、HR2174、クジラザ49番星、コギツネザ5番星、アンドロメダザ2番星、HD21620。 HD42111、HD11411、HD そして HD172555 であり、すべて非常に若い A 型星である。境外彗星は、これらが恒星をトランジットする際に分光観測から検出することができる。境外惑星が主星をトランジットするときと同様に、境外彗星によるトランジットは、 恒星からやってくる光に変動を引き起こす。変動は恒星のスペクトルの吸収線で観測される。系外彗星に由来するガス雲によって恒星が遠蔽されることで、イオン化したカルシウムのスペクトル線のような恒星に普段見られている吸収線とは異なるさらなる吸収線の特徴がスペクトル中に生成される。彗星が恒星に十分近づくと、 水星に含まれる、揮発性物質の氷とゴミの蒸発によって、水星ガスが発生する。水星の観測、とりわけ境外水星の観測は、惑星形成を理解する上で重要である。光着による惑星形成の標準モデルでは、惑星は微惑星が集まって形成されたと考えられ、それらの微惑星は、構成が形成されたすぐ後に、原始惑星系円盤の中で、 ゴミが合体することで形成された。したがって水星は惑星の一部とならずに惑星系の中に残った揮発性物質が豊富な微惑星の生き残りであると考えられる。これらの天体は惑星形成が起きていた段階に優勢だった物理的及び科学的な条件を反映した化石のような天体であると考えられている。 クジラ座49番星の周りにはガスからなる雲が存在しており、これはこの惑星系の中で水星が衝突することによって発生したものだと考えられている。メディアを再生するがカザベータ星を好転する、系外水星の想像図を描いた動画。太陽系外水星の最初の検出報告は、1987年にパリ天体物理学研究所の天文学者 R。 ファーレットらによって行われた。彼らは1984年からテキサス州のマクドナルド天文台及びチリのラッシア天文台を用いてガカザベータ製の分光観測を行っていた。その結果、恒星のスペクトル中のカルシウムの吸収線の赤方変異成分に時間変動性のあるさらなる吸収が発生しているのを発見した。 検出された吸収スペクトルの変動の原因としては、純粋な構成大気の変動によるもの、構成表面のシェル状の領域での減少によるもの、構成から遠く離れた距離にあるゴミのシェルに関連した減少の3種類が考えられた。1つ目の説は、構成の脈動によって、スペクトルに変化が生じているというものである。しかしその場合、スペクトル線の赤型変異側のみで変動が、 発生していなければならない理由はなく、完全には否定できないものの、観測された事象の原因である可能性は低いと考えられた。二番目の説はガス覚醒で発生し得る現象であり、この場合はスペクトル線の赤型変異側のみでの吸収が発生する場合がある。ガカザベータ性で観測されたスペクトル線の赤型変異成分は秒速 40km と遅く、 これは、構成から脱出速度を下回る速度で紛失した物質が、再び構成に到着しているところを観測したため、赤型変異成分として検出されたと解釈することができる。ただし、この仮説は別のタイミングで物質が、紛失している時の青型変異成分が検出された場合は指示されるものの、青型変異成分は検出されなかった。三つ目の説は、 恒星へと落下していく彗星のような天体によると、するものである。ガカザベータ星の周囲には、ゴミの円盤があることが分かっており、この円盤の内側にある彗星が、恒星に向かって落下していると考えると、観測された特徴が、最もよく説明できると結論付けられた。ガカザベータ星の周りの系外彗星の観測は、その後も続けられ、2014年には、 ダシや天文台のハープスを用いた観測で、周囲に多数存在する水星は2つのグループに分けられるという研究結果が発表された。この研究では2003年から2011年にかけて行われた1000回以上の観測結果が用いられており、そのうち疑わしいデータを除いた493個の水星候補天体の性質の統計的な分析を行った。その結果、 浅い吸収線を示す、境外彗星のグループと、深い吸収線を示すグループに分けられることが判明した。浅い吸収線を示すグループは古く、気発性物質が枯渇した彗星であり、重い惑星との平均運動共鳴に捕獲されていると考えられる。一方で、深い吸収線を示すグループは、最近になって一個か複数の母天体が破壊される。 ことによって生まれた破片からなる可能性があると考えられた。その他の構成も、ガカザベータ製同様に構成の吸収スペクトル線における時間変動性のある超過吸収をもとに、境外彗星の検出が報告されている。2番目に、境外彗星の検出が報告された HR10 も、ガカザベータ製の周りの境外彗星の検出報告を行ったのと同じ。 観測グループによって1986年以降に観測されており、同様にスペクトル線の赤方変異側に超過の吸収が存在することが1990年に報告された。キック846万2852の周囲を公転している可能性のある系外彗星の創造図。上記の分光観測による吸収スペクトルに見られる特徴からの検出とは、 異なり、速攻観測からの境外水星候補の検出報告も行われている。ケプラーによる F 型主系列性のキック8462852の観測では、高度曲線中に不規則かつ深いトランジット上の現行が存在することが判明した。この現行の原因は不明だが、 巨大な水星とその破片が恒星の手前を通過することによって不規則で深い原稿が発生しているという説が提唱されている。しかし水星では観測された原稿を説明するのが困難だとする反論もあり、巨大な管を持った木星型惑星によるという説や恒星の周囲のダスト円盤によるという説など複数の仮説が提唱されている。ありがとうございます。